幕末志士の坂本、それが自負している。正直名乗り出るなら今、そして君に称賛を浴びせたい。正直なところを申し上げますと、ファミマなんです。正直なところ僕はまず暴露するから、君たちも誰か、多分ローソンの担当と強い結びつきがある視聴者が、私の推しを一つどうぞよろしくと言ってくれたのではないだろうかと思っている。正直今までの放送とかを見るに、僕ローソンのコーヒーをめたくそに罵倒した記憶があるぐらいしかローソンの話を出したことない。普通に考えるとローソンから声がかかることはあってはならないはずだが、ありがとう、誰か知らないけどありがとう。もう明日からは、いやもう今日から僕はローソンしか使わないという誓いを立てたんで、全国のローソンで今日からコラボが始まりまして、いつ前だったかな、11月の末ぐらいまでローソンとのコラボが続きますので、いやもう今日からローソン派だよ。やっぱローソンの制服いいよな。この青のクールな制服が夏にぴったりだし、清涼感、清潔感の面を隠する何かがあると思っていた。ずっと思ってたわ、正直。ローソンは素晴らしい。僕は転生したらローソンに生まれることをずっと思っていた。制服はマジでいいし、よーく考えると、今日コーヒー飲んだけど、よーく考えると美味しいなーって、他のコンビニと比べて美味しいなーって思って、やっぱローソンしかないわ。言いやすいしな、ローソンって。ちょっと鼻声なのは勘弁してほしい。鼻声っつうかね、喉をちょっとやらかしてて、扁桃炎なんですよね、今。軽く扁桃炎が長引いてて、若干喉が、調子が悪いが、まあ、特に喋るには問題ないから、一回ここ喋らせてくれ。あと、中岡慎太郎くんは、昨日からコロナで、38度後半の熱を、今出していて、死の一線をさまよってるさなか。今日は中岡慎太郎くんは放送に出れないのも、勘弁してください。あしからず。中岡慎太郎くん、今、生死の境をさまよっている。コロナ2回目。ワンチャン中岡くん、コロナになったってことは僕もコロナあり得るんで、ただ僕、おととい扁桃炎の検査するときに、結局今さ、コロナって喉から来るじゃん。喉から来るので、扁桃炎で見に行ったときに、結局コロナの検査したんだよね。鼻からピッて棒入れて。そん時は陰性だった、コロナ。ただ潜伏期間だったかもしれん。熱は今んところないんだけどさ、扁桃炎じゃ、いや、熱がないんだよな。わからん。今またコロナ流行ってるんでしょ。とにかく中岡慎太郎くんは、まあ、5日間は、外に出ちゃダメだと。今のコロナは。2週間ではなく5日間らしいね。その後はまあ、体調を見て、自己判断でって感じらしいよ。今週1週間中岡くん出れないんで、今日は、とにかく今日と金曜日の YouTube 放送は僕一人で行かせてもらう。鼻声の方がイケボじゃん。いや、そうなんだよね。だからさ、僕、それ自覚してるからさ。正直自覚してるんだよね。鼻声の方がイケてるなって。なので、今、店内の、全世界のローソンの店内で僕の声が鳴り響いてると思うけど、僕、わざと鼻詰まらせて収録したから。そこ聞いといて。健康一滴、一番いい坂本の声で。鼻にティッシュ突っ込んで、詰めらせて撮ったんで、ちょっと鼻声っぽくなってると思う。なんだったら、アニメの矢神ライト、デスノートの矢神ライトにクリソツだったと思う。中村雄一っぽい声が出てると思うんで、ぜひ聞いてください。お願いしますよ。コラボ内容としては、オリジナルブロマイド。ブロマイドだかプロマイドだかが、ローソンプリントの機械で、全15種類。大きさ2種類選べるんで。期間は8月29日から11月30日まで。もう今日から、すでに。さっきもういた。もう2万円とか3万円とかかけてる、すごい人はいた。あはおかしいな。すごい人はいた。15種類は多いな。まあ、ほとんど芯。
新規イラストでいきますんで、まあ、今日はねサンプル入りのやつは見せていいとローソンさんから許可いただきましたんで、まあ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 近所にローソンがないど田舎に住んでる君のために一枚ずつ見ていくのもいいだろう。知ってる、君の近所にローソンないの知ってる。割と僕もだ。僕も近くにファミマとセイコーマートしかないからわかる。近くにローソンがない。だからサンプル入りで僕と一緒に見よう。ローソンで幕末志士知って矢上ライトだと思って YouTube 来たらただの変態だった。そういうのもある。変態だけ余計だけど、あれ一瞬矢上だ、鼻詰まらせてるだから。作詞坂本、鼻を詰まらせて収録に挑むという、これから全部そうするわ。これからのコラボは鼻にティッシュ突っ込んでやるね。まあ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 、正直ローソンプリントは今日僕初めてローソンで見たけど、なるほど、全ての店にあるわ。徒歩30秒にある。まあまあ都会にいる人は近いだろうね。近くにあるよな。毎日1時間かけてローソンに行く。そんな君に行く時間をしてしてあげる。ここ一番重要。ぶっちゃけブロマイドに僕の手介在してないんで、わかりますか。ブロマイドを作っているのはそうそうたる幕末志士イラストレーターであって、僕の手は動いてないわけ。僕が自分の力で作り出しているコンテンツはこっちね。すべてのローソン店内で坂本が喋るから、ここ聞き逃さず。今日から6日間か、8月31日含めると6日間か、7日間だ、1週間だね。いや8日って書いてあるわ、2行目に放送1、いや違う、それ8回だ。やっぱ返答員でおかしくなってるのか、それともハイテンションでちょっと気もそぞろなのか。まあ、7日間ぐらい計1日8回やると。よっしゃ、この後は11時32分と11時47分か、深夜の。やべえなじゃあ何、この後深夜に、まあ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 、ギャルのカップルとか入った瞬間にゴッドオブ坂がザッザッザから来るわけでしょ。行くよ、ザッザッザから。僕は今日もちろんボイスはザッザッザから入って俳句で終わるよね。任せて。35秒だったっけな、秒数決めれてて35秒だか36秒だかの尺があったんだけど、まずザッザッザから入ったから任せておけ。今まで15年間応援ありがとうございました。集大成出させていただきました。See you again, bye bye で終わらせたから、ちゃんと35秒の尺に詰めといたから。絶対聞いてて恥ずかしいと思う。いや、そうでもなかった。僕さっきね、今日ね、3回聞きに行ったんだよね。昼とさっきと栄養ドリンク買いに時は行ったんだよね。ザッザッザから来てたよ。ただ、最初に行った僕の近くの、割かし近くのローソンは、ちょっとちっちゃかったんだよな。なんか店内放送のボリューム下げてたんだよな。当初かと思ったよね。その1店舗に対しては。おい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 と。だから店によっては、なぜかこの8月29日から9月4日までの間、店内放送のボリューム下げてる店があるかもしれない。それクレーム入れていいから。その店に。でかくしろと。それ僕許すから。坂本の声が聞きたいが、でかくしろと言っていい。小さくて聞こえないぞと。まあ、中身に関してはここじゃ出せないんで、実際にローソン行って聞いてもらうしかないが、なかなか良いよ。なかなか良い。店長、なんこれ、くだらん。だそういうところに対して君たちよ。君たちの推しの一手よ。いや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 、坂本さんはくだらなくはないぞという君たちの熱い一手を食らわしてほしいんだよ。ローソン対幕末史の戦争みたいなところもあるから。小売店君に任せた。
放送事故が多少前後する場合があるか。まあ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 、そんなもんあるだろうな。この時間ぴったりではないよね。ぴったりはない。店によって音声が変わるのか。いや、変わらないと思うよ。僕1個しか納入してないから。ちなみに裏でよーく耳を澄ますと、昔幕末志士オンラインっていうネットゲームを運営していた時の BGM が流れる。今も流れてるやつかな。今流れてるやつが流れてんのかな。ちょっと上げるか。雑感、雑感上げていくか。多分流れてるはず。恥ずかしいからしばらくローソン行けなくなりました。それもありだろう。それもありだろう。いや、でも全部のコンビニに売ってください。次は売り込んで。夢は全部のコンビニで僕の声を届かせることにこれから決まった。いや、8日間か。まあまあまあ、ボイスは無難な感じにまとめてあるんで、別に受け狙ってないし、まあ定番かなっていう感じで。なんか歌とか歌って滑ったら嫌じゃん。やめといたよ。絶叫オダブツ1アップとか歌うのやめといた。オリジナルソング、それはやめといたから、そんなに恥ずかしい感じはないと思うんで。まあ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 、君たち幕末志士ファンを名乗るのであれば1回ぐらいは聞いてみてくださいよ。ソーラン節とかね、歌っても悪くはなかった。悪くはなかったが、やめといた。一旦置いといたわ。すごいなぁ。本当に全部のローソンで流れてるのがすごいな。日本でさ、ローソンって何店舗あるんだろうね。そこで全部で流れてるってことでしょ。ローソンって全部で何店舗あるの。誰か調べられる？今の日本に。まあ、万だよね、多分ね。万ないか。5000店舗。5000店舗あんの。すごいなぁ。5000もあるんだ。5000で大合唱よ。5000、あ、14,664 店舗。約15,000店舗で大合唱よ、坂本さんの。やったの、みんな。やったな。まあ、そもそも本当に、そのローソンさんから、その、メールが来たのがスタートで、きっかけがわかんないんだよね。なぜいきなり僕に白羽の矢が立ったのかは、わかんない。話が来たのももうずっと前だしね。下手したら半年ぐらい前じゃないかな。4月とか、3月とか4月とか。15,000店舗か。テロだな、こりゃ。やったぜ。1日8回も。やった、やった。うわー、嬉しいわ。嬉しい、嬉しい。イラスト見てこっか。みんなで。全15種類。まさかもうコンプリートした人はいないだろう。だってこれランダムだろう。ランダムブロマイドでしょ。だから、多分お金を入れて、幕末志士のボタンを押すと、どれか1枚ランダムで出てくるんだろう。ん？確率ってどうなってんだろうな。全15種類を、ん？コンプリートするの確率って何パーセントなんだろう。待て。最初は何当たってもいいよな。だから1だよね。最初は15分の15で何当たってもいい。次は、その当たった1枚を除いて、14枚のうちから当たればいいから、15分の15かける15分の14かける15分の13かける15分の12かける、てん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 って言って、最終的に15分の1が入ってきて、で、かける 15C1 とかが入るのかな。とにかく、すごい確率下がっていくと思う。だって15分の1を当てるだけでも 6% ぐらいだろ。あ、早くミスって、はい、すいません。
そうでした。これ普通の紙に印刷されるの、いや確かね光沢の写真みたいなやつに、僕んちサンプル来てるんだよな。ちょっと待ってね、開けてないでやんの。サンプルが来てるんだよ、今開くわ。これ封筒の中に入ってるはず。あそうだわ、あの写真光沢のやつで出てくる固めの。プロマイドって何、あのアイドルの写真とかと同じ写真みたいなもんよ。これ写真みたいなもんよ。しゃあ大きさか、これはなんて例えればいいんだろう。とりあえず L2L 版はスイッチドックみたいな大きさだね。あのスイッチ本体みたいな大きさ、 2L 版は。L 版はゲームボーイ本体みたいな大きさ。わかりづらい、そんな感じの大きさだよ。でかかったよ、でかいよね、でかいよこれ。かつかつまたこれ商売上手で申し訳ないんだが、2枚で1セットのブロマイドあったりしちゃったりして、またこれがごめんな、1枚で入りきらなくて2枚になってやつとかもあって、まあちょっとさ見てこうよみんなで。ラビユー It's easy cause the beautiful Making love you It's your